大栗湖街道は中華人民共和国吉林省白山市林口市に位置する街道。長白山と王力港に囲まれ、林口の中心から王力港沿いに車で20分ほど下ったところに位置する。大栗湖は王力港菓に2つの大きな石があり、それが栗のように見えたことから命名された。1908年、林港圏、高生保の所管となり、 1912年には第一区文治村、1932年には進化村の管轄とされた。満州国時代は満州重工業開発の子会社である東辺道開発株式会社の大栗子工業所が設置され、社員住宅と工場、また鉱山用の鉄道が林口から伸びているだけの寒村であった。1945年8月、 ソ連対日産戦により、満州国政府は首都新京を放棄し、大栗クに疎開、工業所宅は皇帝、富義の仮御所となり、関係者は社員住宅を宿舎とした。8月15日の日本幸福宣言に伴い、8月17日、満州国の今後の方針を決定する緊急参議府会議が仮御所で開催。 その結果8月18日皇帝の退位式が行われ、満州国崩壊の舞台となった。1958年にオ栗クリコ鎮、2005年にオ栗クリコ街道と改称されている。現在は鉄道が廃線となり、かつてオ栗クリコ駅があったところの近くにはモニュメントが建てられている。現在は臨港中心部への通勤者のためのベッドタウンとして、 住宅建設が行われている。ありがとうございます。